ウスパルタはトルコ南西部にある都市、ウスパルタ県の県都である。2009年当時の人口は約19万人。アンタルヤの北 110km、ブルドゥルの東 25km、コンヤの西 175km に位置する。オスマン帝国時代にはハミーダーバードと呼ばれていた。かつてはバリス、バレオスの名前で呼ばれ、サバルダ。 ウスワルダに転化していったと考えられている。ウスパルタは、平野部に位置し、東西をエールディルコとブルドルコに挟まれている。季節によって、気温の差が大きく、一年を通して乾燥した気候に、ある。紀元前6世紀に建設された砦が、ウスパルタの元となったと考えられている。アケメネス朝、マケドニア王国、セレウコス朝の支配を経て、紀元前190年に、 ローマ帝国の支配下に入った。713年と771年に、東ローマ帝国の支配下に置かれていたウスパルタは、アラブ人の攻撃を受けて一時占領される。1203年、4年に、ウスパルタは、ルームセルジューク町に制圧される。14世紀に入り、ウスパルタは、外交が置かれるアンタルヤと内陸部の間をつなぐ、中継交易の拠点として発展する。 ルームセルジューク長滅亡後、米陸国家のハミド公国がウスパルタを領有し、1391年までに、ウスパルタは、オスマン帝国の支配下に入れられる。15世紀末には、オスマン帝国のカラマン公国攻撃の軍事拠点として機能し、16世紀末から発生した、ジェラーリーの反乱では、反乱勢力の拠点とされた。第一次世界大戦後、 ウスパルタは連合国の占領下に置かれることはなく、1918年からの祖国解放運動に際して、トルコ人の民族運動の拠点となった。祖国解放運動の後、伝統的なバラ油の製造と19世紀以降、開始された絨毯産業を軸として、ウスパルタの復興が開始された。ウスパルタは絨毯の生産地として知られ、1924年に、 絨毯に使用される製紙工場が建設された。1950年代には町を通る主要道路が整備されて商業が活発化し、1960年代からは工業特区の設置などの再開発が進められている。ウスパルタ近郊にはダブラズスキーセンター、ギョルジュクカルデラ湖国立公園などの観光地が点在する。ありがとうございます。